そのいよいよ辛い時期もやってきたということで理系だと忙しいですね。そうなんですよ。だからそれをね、まあすごい楽しいですね。すごい楽しい、だけど苦しかったのがやっぱり、やただ研究は楽しかったです。まあそうでね、うん、面白いよね、やっぱり。生活としては全然大丈夫でした？なんかバイトしたりとか。バイトしたりしたっすよ。うん、やっぱりね、生活は苦しいもんだから、いろいろやったんじゃないかな。それこそ本当免許取って大型乗ってったりとか、冷凍車乗ったり。もう冷凍車、うん、まあ普通みんなで塾とかね、予備校とか、うん、まあみんなそういうのもやったし、あとはこういうね、あの絨毯の張り替えのバイトもやったし、あとはバスもやったでしょ。あとバス、バス、ヤマパン、パン工場とか。ああ、千葉港。あ、そうそう、あの流行りの、流行りの、中学みんなあそこ行くならすぐこれ入る、結構やったっすよ。だからお金はね、大変だったっすよ。そうですね、修士進む時、まあ普通に修士の入試があって、で、パスして、で、そのまま研究を続けていくんですけど、まあそして博士まで行くわけですけど、そこいよいよ辛い時期もやってきたということで、やっぱり大変でしたか、研究の生活。そうですね、これはやっぱり大変だったのかな。苦しかったのがあるけど、やっぱりね、仕事探すときに面接行ったり説明会で、そういうのでやっぱ電車代とか、そういうのがやっぱ大変だったんです。だから面接呼ばれても電車代がないとか、そういうパターン結構あるんです。そうなんですね。じゃあその修士行きながら教える仕事でやってた。予備校もやったし、塾とかね、家庭教とか、そういうのもやってた。それ全部理系科目をやってた。たまに中学生ね、たまに、まあ高校初めの英語とか、それでまあなんとか食いつないでいくみたいな感じで。も理系だと忙しいですね。そうなんですよ。だからそれをね、時間うまく取らないといけないので。そうですね、僕は言語学だったんで、バイトみっちりやっててもまあなんとかなったんですけど。そうなんだ。そんなこと言ったら言語学の人にぶっ殺されるんですけど。実験とかあるとね、どうしても装置の都合もあって、やっぱ時間がぴったりいかないっていうのがね、結構あるんで。今年からその MIT に行った子をずっと英語だけを教えてたんですけど、慶応の博士も取ってるんですけど、とにかくその実験で取られちゃうんで、その実験のただその結果が出るまでの待ち時間にずっと英語の勉強をするっていう。ああ、なるほどなるほどなるほど。そう、やっとリラックスできる時間なのに一人で。まあそこうまくつかないとあれですもんね。そうですね、そこの間抜けてバイトとか行けないですもんね。無理でしょうね、無理でしょうね。っていうかバイト行くにもまとまった時間もね、そうですね、必要ですから。うん、そしてね、ご結婚なされてまあはい、そこで、で、やっぱり大変、2番目の奥さんが見てる中で言うのは何でしょうけど、なんていいでしょうね。もう研究はやめなきゃいけないってなったんですか、やっぱり。あの時は、まあ、もともと苦しかったのもあったんですけど、本当、ギリギリ、ギリギリでやってて、で、合間にちょこっとバイトしてみたいなことをやってたんですよね。ところが、仕事更新って時に、車のね、車検行くでしょ、行く時に、飛び石食らっちゃったんですよね。飛び石食らって、前の方から出られちゃったので、あれでね、十何万回しちゃうでしょ。はい、で、それでもう、あ、ダメだってなって、それ、それきっかけで、やっぱ苦しいなってずっともともと思ってたんでね。それ決め手になっちゃったかな。それ仙台にいた頃ね。で、それで、一旦千葉に戻ってきて。で、そんで、千葉に戻ってきても、一文なしでしょ。一文なしだったもんでね、こう、チャリで通えるところを探して、しばらく大型と、で、トレーラーちょっと乗って、それが半年ぐらいにやってたから、その後になんか千葉大から特にの話が来て、で、それを2年くらいやったんです。それもね、まあ、すごい楽しいですね。すごい楽しい。だけど、大学の任期が終わる頃の3月、3月になって、来年度更新できるかどうかわかんないよって、大丈夫です。今フルになりました。いっぱい大丈夫です。いっぱいです。こっちで全部行くんです。ああ、つだ、行く、行けるんだ。はい。ちゃんとこっちに取っといたんで。それで、大学の任期の最後の3月で、まあ、次年度の更新がどこかわかんない。もう1ヶ月しかない。ね。そんな状態で。で、それで、その頃ちょうど予備校からも、ね、次年度もやりますかって話が来て、で、そのまま、しばらく予備校をやって。予備校講師の。予備校をね、3年ちょっとやって、で、それやりながら、予備校やってる時に、また大学からこう非常勤で週何個も授業やってっていう話も来て、そこでは暮らしていきますよね。それでも行っちゃいけるのかなって感じかな。ただ予備校もうまくやらないときついですよね。どんな予備校ですか？多分同じとこやったんですよ。同じとこは多分どっかしら同じですよ。黄色いところ、黄色いところいました。ああ、いました。黄色いところ、そう。黄色いところ、まあ黄色いところだったらコマはもらえますからね。黄色いところはまあなんでだったのかな。
しばらくやってて社会保険と国民年金ってそういうのと不安定ですよね。あそうですね。1、2月が本当に一桁になっちゃう。ああ、そっか、そうですね。仕事ボンとなくなっちゃいますからね。うん、そうそう。そういうのも考えてって感じじゃないですか。なるほど。で、そんで3年ぐらいやった時に、まあ大学の非常勤もそこで終わってたんで、うん、それきっかけで他の仕事をやろうかなと。どのタイミングで離婚してるんですか。画角外れちゃった。離婚ネタはちょっとまだこれ切り札に取っときません。切り札、切り札、トランプ切り札に取っときたい。カットで、あ、カットで、はい、で大学のね非常勤が任期終わった時にトレーラーを持ってる会社に片っ端から電話してっていう作戦だったんですよ。博士課程やってる時からも日本はお金が大変っていうのはもう気づいた感じですね、うん、研究者に厳しいなって、まあ、まあそれもそうだし、中学校の時点で大学行くのにもお金がかかった、うん、中学高校までは普通に行けるけれども、そこから先はどうしてもお金がね絡んだりね、で、予備校やってても受かったけど行けないって人も、うん、そうなんですよ、本当そうなんです。結構いたんですよ、医学部の子結構指導してたからね、はいはい、慶応の医学部受かりましたっつって、うん、でも来年また、あれ、なんでいるのってなって、そういう子がいて、で、国立を目指しますと、うん、センターでがっつり取って、国立目指しますっていう感じで、うん、そういう子もいたんで、やっぱり義務教育以降がね、どうしてもお金がないといけないっていうのはまあ事実で、うん、で、学生しながら、就活がやる人もやっぱりお金かかっちゃう、ね、うん、そういう人もいるから、うん、そういう意味で。それはお金がやっぱりあったら研究は続けていたと思います。おそらくそうでしょうね。じゃあ今の生活でこの現象を見て、あ、これも研究してなとかありますよね。交通事故をね減らす研究とか入れて、ああ、なるほど、うん、最近事故多いですよね。事故多いから、まあ車の特性もね昔と変わってきて、うん、それ事故が多いんでどうしたら減らせるかとか、そういうのはまあ興味ある、ね、この時代だったらおそらく自分で発信すればクラウドファンディングとかもある時代だから集まりそうですけどね。なかなかそういうテクニックがちょっとテクニック知りたくて今日お邪魔したんですけど。言えばやっぱ発信すれば視聴率の上げ方がさ、多分だから同調する人はいっぱいいると思うので。ああ、そうですか。やりたいって言ったら助けてくれる人いっぱいいると思います、うん、記事とか読んでも国の制度に振り回された人みたいな書かれ方だったんで、まあ多分今取るなんで多分まあそれにこう同情的な感じで知ってくれる人はね集まると思うんですよ、国の制度に。ああ、あんまね俺そういう感覚はなかったんですよね、うん、あの記事とまた別にね、ナンセンスなタイトルの記事があって、トレーラー運転手になるしかないっていうナンセンスな、仕事っていうのはね、変わる可能性あるから、なるしかないっていうのもまた、違和感もあるし、そういうのを記事の書き方した人もね、いるしね。いや、だから自分で発信すれば多分、いろいろ助けてくれる人いると思うし、まあ普通に YouTuber だってトラック運転してる、その、このカメラだけの、あ、撮られてますから。この運転しながら、ただこの運転してる風景を、ああ、じゃあこのカメラ回っていいですか。でかすぎる。すごいいいやつ、いいやつ。これぐらい、これぐらいちっちゃい、ね、あ、これを固定すれば、そうです、そうです、ちっちゃいので、でも本当にそれだけで配信してると思いますよ。携帯だけでこう配信してる人もいるんで、すいませんね、これもなんで何か今発信は SNS とかでやってる。あ、今ね YouTube ちょっとね、はい、なるほど。じゃあただ編集技術がちょっとしかないのでうまいこといけなくて、じゃあ貼っておきますので、まあ、え、チャンネル名は何ですか。チャンネル名です。え、自分の覚えてない。あ、出ます、今出るんだ。え、慣れ初めとか話さない。え、ここね、それちょっとあの切り札で小出しで小出しで、まあ、あとはその物理のなんかいろんなこと喋れば。そうそう、この前はあのおすすめの本言われたのでちょっと軽く喋ったんですけどね。来るとは思いますよ、一定数のね視聴者。あとは撮るもんないから猫撮ったりして。ああ、トレーラーダベット村って名前付いてる。ダベットソンで、ダベットソン、ダビットソンとかけてるけど、あのね、トレーラーとバイク好きだから、あのハーレーダービットソンとかけて。ダビットソンって英語読めるのはデビットソンでしょ。デビットソンでしょ。だからなんか日本人はダビットソンって言うから、あ、どっちでもね、ダベットソンでいいやっていう、うん、これ喋るともかけてるってことか。喋ると、いや、かけてない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 、何それ、かけてなかった。すげえ、すげえ。あ、それいいね、それ使おう。ダベットソンはこう伸ばし棒がね、2つの言葉には何でも合うので。あ、なるほど、なんとかダベットソン、ソーラー、ソーラー、スムージー、ダベットソン、スムージーね、何でも合うの。ポーカーダベットソン、あ、そうそうそう、もともとハーレーだから、ジョーカー、これ言語がです。あ、そうだ、だんだん群れてきたね、これ。
もうおしまいですけどね。はい、じゃあ。ということでした。じゃあ、ぜひ、見ていただき。まあ、今はじゃあ、幸せということで。まあね。二度目の結婚し、幸せということで。まあまあ。YouTube 活動をね、でもやっております。ちょっとそう、どうぞ伸びればね、いいですけどね。Twitter とかで、そう、こういうのをね、説明してくださいって人が来て。なるほど。まあ、それに対応してる、自分がやりたいじゃん、さ、それで、うん、いいと思う。そう、最初はちょっとネタが難しいんで、それをちょこちょこ。そうですね、もっと呼び起こしてことは説明できますから、だからぜひ、チャンネル行って、これやってください、あれやってくださいって。書いていただければと思います、うん、ということで今回はダーベットさんにおいでいただきましたダーベット博士に、はい、おいでいただきました、はい、ありがとうございましたどうもお邪魔しましたあお邪魔しましたありがとうございました今撮った